この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。それではね、早速 ARK の方やっていきたいと思います。まあね、公式アベレーションでやってますんでね、みんな来たいなと思ったらいつでも声かけてください。で、今ですね、今僕スーツ着てるんですけど、まあこちらね、今からとても危険なところに行って、フェザーライトでいいのかな、それをちょっとテイムしていきたいと思います。まあフェザーライトというのはですね、今僕の肩に乗ってるこのブッサイクのバブルドッグね、このアホ面がまたたまらなく可愛いっていう方もいると思いますけれども、まあ俺は好かない好かない、ただ強いから使ってる。うん。で、今回ね、その赤いエリアに行くんだけど、まあちょっとね、紹介していくときに、一回青いエリアに行くんですよ。まあその時にね、ちょっと僕のメインの拠点を紹介しながら、そのまま赤いエリアの方行きたいんだけど、まあ今いるところはね、まあ比較的安全な普通のエリアなんだけど、これより下の方に行くと、このバブルドッグのこの光、これね、歩くとこでだんだん広くなってくると思うんだけど、この光がないと、ネームレスと言って、とても厄介なやつがずっと地面から現れて無限湧きで、出てきます。まあそれもね、今回動画に映そうかなと思ってます。まあどれほどバブルドッグのこの光が重要なのかっていうのをご紹介しながらやってきたかなと。で、そして今回の僕の相棒がこちら。249レベルのこのカニさん。まあこいついればね、まあ大概いけるでしょう。ステータスはですね、こんな感じになっています。んでーでーん。ダメージ食らってるけど、そこら辺はちょっと見なかったことにしてください。まあこんな感じになってますね。体力2万1000。で、火力が420ですね。はい。で、今から青い方行くんだけど、ここ。もう青いの見えてるかなと。まあ中層っていうのかな。うん。中層といって、普通のこういうエリアよりもだいぶ難易度が上がるところですね。ではちょっと早速、もう地面這うのめんどくさいんでジャンプでいきたいと思います。わお。トーン！ここにいたのにな。下に行くとですね、青くてすんごい広くて、まあやっぱり出てくる敵もね、やっぱりちょっと一風変わって強くなっていきますんで、ちょっと気をつけなきゃいけません。んーとーん。で、このまままっすぐ行くと、今ピンク色に光ってる門がいろいろ立ってるところが、ここ、あると思うんだけど、ここが僕のメインの拠点になります。着地！着地がバグった！オーケー！ここが僕のメインの拠点になります。はい。よいしょ。こんな感じかな？まあ、ツイートしてるんでね、ここら辺は見たことある方いるかもしれませんけれども、まあこんな感じになっていますね。まあちゃんとね、しっかり壁作って囲っているので、何か襲ってきても、こいつらが全員片付けてくれますので、この中にいれば安全です。ではちょっとね、ネームレスというものがどんなものかちょっと試しに沸かせてみたいかなと思います。今僕こうやって足元ね、バブルドッグ肩に乗っけているやつのおかげで、光っているんだけど、まああれだね、ざっくり言うのであれば、なんていうのかな。まあ、この中層の場所は、まあ、ざっくりわかりやすく言えば、お化けが出るところで、で、光をつけないとお化けが寄ってくる。うん、すごいわかりやすい言い方だと思う。で、バツボタン長押しして、エモート。で、手を叩くをすると、光が消えます。出ません。出るところと出ないところがあるんだよね。なんかランダムなんだよね。ランダム。ただ、やっぱ出てくるんだけど、そいつら全滅させればその区域は出ませんから、ここら辺全滅してますね。出てくると音楽が流れて、一匹だけボスが生まれて、で、ちっこい猿みたいなのが10匹揃うと、まあ、遊戯王カードでいう効果発動ですね。
で、ボスを呼ぶんですよ。まあそれがリーパーと言って、ちょっと手強くて、まあ倒すと、毒を撒き散らすと、とてつもなく嫌なやつ。うん。まあ出くわしたら普通の方だったら、まあ200レベルいってない方だったら、まあ手出さずに、ガンダッシュで逃げないと、死ぬかな。出ませんね、リーパー。リーパーじゃねえ。リーパー出たら困る。困るな。出ないな。まあ、このまま歩きましょう。このまま歩いていきましょう。トゥーチュトゥー、トゥーチュトゥー。マジで出ないぞ。光がどれだけ大切かとか言っておきながら、光なくても今普通に歩けてる。本当は光がないとね、化け物湧くんだよ。いないね。なぜだ。ほら、こんなに綺麗。上とは違って、下はこんなにも綺麗だけど、すんごい危ないの。この水辺にもね、電気ウナギといって、一度食らうとホールドされて動けなくなって、ずっと永遠に食らい続けて死にます、みたいな、そんな感じのやつがね、うようよいますんでね、そこら辺気をつけないといけません。あ、そっちで湧いた。そっちで湧いた？うん。ネームレス？うん。あ、そう。なんか俺中に引っかかってる。こいつか、引っかかってんの。殺す！私の行く手は阻むものを殺す！OK。さてさて。とりあえずネームレスのご紹介をしたいので、沸かせたい。まあ、そのうち地面からね、這い上がってくると思うんで、いるかな？一向に出てこない。なぜだ。なぜだ。それは日頃の行いがいいからかな。なぜ黙るんだい、ビビちゃん。ん？いや、飛んで殺しちゃった。あ、ラメがいる。ガチで湧かないな。まあいいや、じゃあ、もうこのままフェラって言っちゃダメだ。それ言っちゃダメだ。フェザーライト？そう、フェザーライト。フェラーライトなんて言っちゃダメだよ、みんな。うちどうしよう。え、おいでよ。これもなんないかな。いや、ここまで着方わかるでしょ。じゃあ、ちょっとビビちゃん待ちです。じゃあ、ビビ。うん。ビビが来るまでちょっとお暇なので、まあ、ちょっと何かしら殺しましょうか。レベル上げにもなるからね。さてさて、危ない水辺に行って、電気ウナギも紹介できたらいいかなと思います。お、目の前にいるの電気ウナギさんじゃないかい？そうだね、電気ウナギだね。これ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 。これ。これが、超危ないやつ。ではやってみましょう。ほい！ほい！逃げないでー！君の強さがわからない！あ、ダメだこれ。あそこ当たらないな。ただこれ以上ね、潜るとね、ちょっとマジ危険なんで。放電しろい。あ、放電する前に死んだ。125レベルの。意外と強かった。強さも紹介できないっていうね。で、ネームレスも紹介できない。そしてビビが来ない。あ、アンコウさんじゃないか。アンコウさんじゃないか。あ、ちなみにアンコウさんもですね、先っちょ光ってるものを、ぶんどります。はい。で、ぶんどったらですね、松明につけるとね、青く光ってすごくかっこいい感じで、しかも長続きするのでね、いたら殺しましょう。あーら、よっと。すごい、ライトなしでここまでネームレス出なかったので、初めてかもしれない。やっぱり日頃の行いかな。日頃の行い僕いいからかな。あー、夢見たのかな。あれで、ビビちゃんまだかい。後ろにいるじゃないか。おー、いたいたいた。ここじゃあね、まあ今回ね、スピンの、おー、わかったわかった、つまらせないで。スピノがいるので、ちょっとジャンプでショートカットできませんので、ちょっと長くなります。どうせ踏んじゃうでしょ。やっちゃう。
ほい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 。おっと、逃げないで。あ、逃げてるんじゃない、ビビの方行ってるんだね。はいはいはい、オッケー。100レベルで100、めっちゃいいやつじゃん。なんか死なないなと思った。ね、欲しかった。今のラベ欲しかった。まあいいでしょう。いや、ライト消してます僕。ネームレス沸かせるために僕常に消してます今。今通過半減だね。あ、そうなの。ほう、なんか今バグってんのかね。バグってるよ。じゃあ俺、あ、わいた、わいた、わいた。お、音楽でわかる。今後ろ多分ネームレスっていう危険なやつが湧いてます。ごめん、うちに来た。え、まあなんでこうやって湧くかっていうと、おい殺すな、待て。ごめん、やっちゃった。え、お前まさか全滅させた。1匹しかいなかった。うん、あ、湧いた湧いた、この音楽湧いた。こいつ、こいつがですね、あのライトがないと無限湧きしてくる、ネームレスという名前のないナナシ君になります。はい、で、ちなみにね光をつけると、こうやって、あ、一瞬大丈夫、後ろ。あ、そう、うん、あ、こうやってずっと湧いてきます。で、こちら、あの光に触れるとこうやって燃えるので、あの言ってしまえばヴァンパイア状態でいいのかな。まあヴァンパイアの方が伝わりやすいかな。まあ吸血鬼とかそんな感じかな。まあそんな感じのやつです。で、今のやつが10匹揃うと、リーパーキングといってこのカニよりもでっかい、化け物出してくるんですよ。で、それがすごく、音楽鳴ってる？鳴ってるんだけど、いないんだよね。まあいいや。手を叩く。光をつける。さあ、レッツゴー。赤いエリオに行こうじゃないか。いや、ここ鳴り続いてる。大丈夫、こっちでは流れてない。こっちが食べられてる。ルンルルンルルン。ルンルルンルルン。まあ、あとはね、ちょっと赤エリア行くまでは、まあ、平凡な日々が続くでしょう。本当に本当に。まあ、ロックドレイク見かけ次第ちょっとぶっ殺そうかなと思ってるんだけど。まあ、ちなみにロックドレイクというのはですね、この、アベレーションっていうエリアに生息する中でも、まあ、指5本のうちに入る強さを秘めた敵ですね。お！言わんこっちゃない。目の前にいますね、これ。姿消してるつもりだけど丸見えな。ね、こいつ透明になれるんだよね。透明になれるし、飛べるし、結構ね、いろいろ厄介だ。よいしょ。よいしょ。あ、こいつ低レベルかな。もうすぐですね。3、2、1、ほい。そこ、細かいこと言わない。心の綺麗な人には今僕は綺麗に倒したと見えているはずだ。貴様ちょいちょいうるせえ。お前も噛んだ。まあね、行き先はね、結構ね、公式ルート僕行ったことないんで、ちょっとうる覚えなんですが、まあ早速行きましょう。ちなみに後ろからドシンドシン言ってるのこの子です。重ならない。ダメだよ。こっちあれがちょっと食らうところかな。謎めいたダメージを受けるところ。ダメージ受けてる。これ何なんだろう。体力見てみっか。おしは食らってない、やったぜ。俺も食らってない。何が食らってんだろう。わかんねえ。この青いキラキラした格子じゃね。
ああ、胞子が食らってんのか。まあいいや。おお。さてさて。そろそろですね、ちょっと、まあ、この動画でどう、ご紹介してもいいのかわからないんですけど、ちょっと僕の仲良しの、トライブメンバーじゃないんですが、共同しているトライブの方がいるんですけれども、まあ僕は僕でね、トライブ立てているんですが、ここアメリカサーバーなんだけど、他にも日本人たくさんいるんですよ、意外と。で、その中でも、一番仲が良くて、ロックドレイクくれるほどの、優しい心を持った方がいるんですけれども、まあ、ちょっとご紹介というか、ちょっとだけ見せようかな。まあ、ちょっと見せるくらいならいいでしょう。まあ、この、はしごがあるんだけど、まあ、ちょっとショートカットで僕ジャンプします。お。まあ、こんな感じでいくと、ここにね、大きい水溜りがあるんだけど、ここのところに、すごく大きな拠点があって、そこがちょっと僕の知り合いの、フクロウさんっていう方のメインの拠点になります。重すぎて、もう、カニのジャンプがすごいと。ここ。ここです。あ、ちょっと待った。あのカニ何で見た？あ、すごい。オーフ！オーフ！後ろからカニさんから、愛情をもらった。愛情一本だった。多分ね、ここに行ったら青文字でなんか、出てくると思うんだけど、てか、望遠鏡で見たことない。こうやって青文字でね、出てきます。はい。青い文字はですね、仲間の印です。で、トライブメンバー、同じトライブメンバーだと緑色になります。2対1かちょっと強い。しかもワニも来たか、これまずいな。これまずいぞ。なんとかなる。よいしょ。赤いエリアに行くまでに死ぬなんてある。よいしょ。おい、オッケー、よし戻ろうよっ。まあ他にもね、紹介していいかわかんないけど、豆柴さんっているんだよね。日本人とかね。そう、なんか意外と結構いるんだよね。思って、まあ外国人の方も優しい人はなぜか優しいよね。ああ、それもまあじゃあちょっと言うか今回。僕2つのこのエリアにいる、嵐っているじゃない。嵐。まあ、人に MPK って言うんだけど、例えば捕まえている恐竜を捕まえている最中に、まあ、その恐竜を気絶するんだけど、で、気絶した恐竜に餌をあげて、餌付けみたいなことをして、ゲットをするのがテイムって言って、恐竜を捕まえることになるんですけれども、まあ、それをしている最中に、気絶している恐竜に向けて野生の恐竜を連れてきて、わざと攻撃させる、そういうことをしてくるやつたちと、こうやって今道普通に開けてると思うんだけど、そういう嵐の人たちは門を立てまくって、門とか壁を立てて道を塞いだり、そこら辺に建造物を立てまくって、他の人が建造物を建てられないように邪魔をしたりとかね、いろいろする方がいるんですよ。で、その人たちが僕らに喧嘩を打ってきて、で、二つの嵐のトライブメンバーを僕ら潰したんですよ。一つは僕と翔子、ああ、なんでもない。ビビだ。まあ大丈夫です。で、ビビと、俺で、最初の嵐を撃退したんだよ。で、その時に撃退したんだけど、撃退した時に、俺のスピノを捕獲するための罠のところに、敵のスピノが入っちゃって、で、見せしめができたんだよ。で、相手は出れなくて、こっちはもう、殺せるよ、いつでもアルファカニでも持ってきて殺せる状態で、向こうが早く俺の機能出せとか言ってきたんだけど、俺がそこでこいつを出してほしかったら、今まで嫌がらせしてきた人たちに頭下げてこいってでしたら黙りました。
で、もう一つもっと大きな嵐グループがあるんだけど、そこはちょっと僕と外国人の方で、手を組んで、嵐をしてくる外国人の拠点のど真ん中に、リーパーっていうやつを沸かせて、で、外側は、スピノサウルスっていう恐竜を沸かせまくって攻撃をしまくって、で、そしたら、ファークっていう風に言って、ログ落ちしました。それ以来ほとんどいいんすよ。そうだね。で、今ちなみにフェザーライトを捕まえるためにもう赤いエリアにいます。で、画面右下の方にですね、汚染のマーク、ウイルスというかなんかバイオ的な感じのマークが出てると思うんだけど、これが出ているときはですね、汚染区域といってですね、放射線がある場所です。なので、ここに行くときに僕今このね、これハザードスーツ、これ今着てるんだけど、これがないと秒で死にます。突っ立ってるだけで死ぬ。うん。だから原爆、まあそういうウイルスのところに今いるので、裸で行くと死にます。他の防具で行っても死にます。これじゃないと死んじゃいます。で、この防具の下に青い線、水色の線があると思うんだけど、これが全部減ると、こいつの耐久値が下がって、ぶっ壊れます。だから急に裸になります。なので、このやつも気にしながらやらないといけません。そして、フェザーライト、青色見つけたので、こいつ、ちょっと、テイムしていきたいかなと思います。ちょっと今荷物にしてから、この青色マジで欲しいぞ。綺麗だな。お前は何レベルだ？お前の血は何色だ？殺す気満々に勝って。お、降りてくれ。降りたところをやればいいんだよな。また飛びやがった。これはなかなかむずいな。初めてちょっとフェザーライト手出すんだけど。降りてくれー。ただ奥行くと、まぁちょっと紹介するか。赤いエリアはですね、先ほど光がとても大切って言ったんだけど、ここの赤いエリアになると、逆に光があると敵が寄ってくるんですよね。ここか、今か。ほんと一瞬じゃん。超むずいじゃん。てかまだザコとか全然倒してないからめっちゃ湧くっていうね。あ、ちょっと奥の方頼むわ。喧嘩打ってきて。いけいけ。オッケー。オッケー、一回エースあげた。一回だけ。てかこいつ10レベルだった。めっちゃ低い。くそー、なかなかむずいな。おやおやおや、なんだ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 、そっちか、こっちの音がシーカーの大群。おぉ、散った。これだいぶテームめんどいね。降り立った降り立った。かわいい、青色で綺麗。すごく欲しいこの子。あそこら辺だから、出したらバーって出てくるから気をつけて。あいよ。今2匹片付けたから。テーム値17%ですね。で3つ上げて 26% ってことは1個何個だ。26ある3。パッと出んねえな。わあ、いい顔してる。1個 8. いくつじゃない。8か。ちょっと待って、ゲジゲジさんはいっちゃった。じゃあ向かりや。そう、テームむずいな。めっちゃ手間じゃん。離れるよ、倒したの。あーよ。お、また降り立つ。おーおー、
フェイント。ちょっとお前ついてこい。あれ鳥どこ行った？あ、いたいたいた。めっちゃ糞落とすなあいつ。とりあえずここら辺は綺麗にお掃除したよ。おう、ここら辺結構安全地帯になったんでね。今はね。よし、あと何パー？まだ34パー。ちょっと時間かかるね。10レベルこれだから。10レベルこれか。スーツ大丈夫かな。まあ一応これテイムした後、次はビビのあのフェザーライト。お、地震困るわ。いや別に今度でもいいよ。そう、スーツがやばいっしょ。いやまあ行ってみようぜ一回。さあ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 、10レベルだけど、まあいるだけいいでしょ。俺の最初のフェザーライトはこいつだ。超かわいい。これが肩に乗るんだよね。だからバブルドッグよりも性能がいいらしい。範囲とかも全部広い。へえ。光の範囲とかも、光る充電速度とかもいろいろ上みたいなので、やっぱりね、危険な場所に行くだけあって、やっぱこの子使い勝手がいいらしい。虹みたい。うん、ずっとそのまま降りてるお前。ずっと歩いてろ。かわいいなお前。あんまり離れると守れなくなるぞ。おう、でもポンポン食うな。飛ばなきゃね。うん、腹減りが早い。手間かかりそうだなこの子。これかわいい。あーあーあー、飛んだカゴメが飛んだ。カゴメな。そう言った、そう言った。あ、降りようかな。ちょ。おし。そのまま地面に降り立ってもいいんだ。お、はまった臭い。はまった臭い。やった。はまった、はまった。俺のカニと俺にはまった。かわいそう。動き封じられた。これで動き封じた。お、向こうにも飛んどるわよ。パーッ。おっしゃ。その子のお仲間が向こうで飛んでるよ。あ、そう、うん、すぐそこに。あああ、ホールドが。じゃねー。お、でも次で。おっしゃ、来たー。初のフェザーライト、嬉しいね。10レベルだけど。超低レベルだけど。で、ちなみに僕のトライブでは、テイムしたやつはすべて、自分の名前をつけてやらないと、誰のか分かんなくなっちゃうので。すごいね、こいつずっと浮遊してるんだ。パシッ、パシッ。すごい、すごい。危険だからパシッ。おお、停止。そこで停止。そこで停止。ちょ、ふっ、よっ、おお、開けた。あ、やっぱ10レベルだけあって弱いっすね。まあとりあえず餌入れておきましょう。よいしょ。で、カニで掴もう。カニさんはですね、仲間を掴んで運ぶことができるので結構便利です。これ掴めないパターンじゃないか。オーマイガー、オーマイガー。これ舞うしかねえな。これマジか。危険だな。じゃああれビビーだね。じゃあ次ちょっと俺キノコ殺したら拾いな。うん、キノコ落とすよ。だってもう周りいないもん。何が真後ろ出たら飛んでんの。え、だから敵は、いやだから敵だよ敵。いったー。 Oh my god! Oh my god! Help me! その子大丈夫？いや俺がやべ。あれ、俺頭つけてない。つけてるでしょ。
投資の表示をしてないだけ。ああ、びっくりー。あ、これでいるか、うん、いやー、焦った焦った。あ、今地面に降りてたのに。まあまあまあ、とりあえず、あれ鳥ごと食っちゃった？いや、パンってやって殺した。鳥だよ。うん。鳥殺したの？ケイちゃんがね。え？ケイちゃんが下から出てくるじゃん。うん。で、カニがパンって手を下ろすじゃん。あ。あ、そう。うん、俺の、まず鳥さんが言った。俺のカニが殺しちゃったの。そう。申し訳ない。なんだ。下行くか。もう怖いけど行くしかない。フェザーライトめっちゃ可愛いんだけど。ちょっと待って、設定するわ。光らせよう。フルチャージ時に自動発光で、ヘッド発光、可愛いな。で、追従 OK。 それで挟めばいいんだって。いや、挟めないんだって。フェザーライト挟めないの。はいよ。ロックドレイク来たら多分一発でこいつ死ぬから。ハク収容を噂をすれば奥にロックされる。ロック？いた！なに C か？あ、違う！あー、かーん！大丈夫か？大丈夫かお前。血ついてんな。うわぁ、あとちょっとじゃん、HP。キノコ食わせりゃいいのか？全然上がんねえわ。一回上に戻る？一回、ねえ、めでたしめでたしにしましょうか。上に戻ってめでたしめでたしに締めないと。そうだね。まず無事に戻れるかわかんねえな、これ。ちょっと待った。いいこと考えた。バブルドッグをつかめばいいんだよな。そうね。君は肩に乗っけて降りて。そうです。で、バブルドッグを投げて、こいつを肩に乗っけて、で、バブルドッグをつかむ。 OK！ え？てか鳥さん見当たんないよね。ロックはどこっち？あ、いるわ。ロックドライクいるわ。でしょ？いるいる。ゴレベザコ、ね、あれはシーカーっぽいな。てかバブルドッグ持ってからサトリとかめっちゃ来る。バブルドッグ持ってる手でアタックするっていうね。あ、こいつやべえやつ。オッケー。で、こっちにさっき50レベルの青色のフェザーライトがね。フンコロ？フンコロガーシー。フンコロガーシー。あー、あれ鳥さんっぽいなー。奥にいるわ、一匹。これのことか。うん、こっち。え？うわ、シーカ近っ。シーカいんの？シーカいるの。私のカニさんでお料理してあげよう。あれいないな。鳥？あれか。じゃあ援護すっから、じゃあ次ビビが。いやー、めっちゃ危ないよ、ここ。奥にロックいるし。好きな声でした。じゃあ俺がまたやると。15レベルだけど、いい？うん、燃えすぎる。あ、ちょい。ヘルプミー145レベル、めっちゃ強い。彼女助けて、ヘルプミー。オーマイグッネス、俺動けないよ、24。やだよ。あぶな。あぶな。焦る。待って、俺のスーツの耐久度見る。
まずいわ。戻る？ゲットしましょう。いやーきついか。いやどっちでもいいんだけどさ、車を一旦ど真ん中に置かれるとうちは今でも行けないよ。うん。一回で 7.8%。このまま歩いてくれればいいんだけど。バブルドッグバカげた顔してんな。口開いて可愛いな。おーおーおーおお。え、高いな。来たー。え？なになに？びっくりした。おお、すげえとこにお前降り立ったな、お前。ここ戦場のど真ん中だぞ、お前。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。怖っ。超焦るわ、今。いやー、赤エリア怖え。超怖え。ただ、このスリルになれるとね、他の場所行けなくなるって言うんだけど、その通りだよね。うん、他の場所はね、もうたるく感じちゃうからね。なんか、ぬるく思えてしまう。ゆる、ゆるだよ。だって立ってて死ぬ場所なんてないでしょ。ないね。あるといえばスコーチの砂漠じゃない。あとはあれか、洞窟の寒いところかな。うん。ちょい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 。でもここに行かれた。あんまり端っこ行かないで、また変なの出てくるから。あー、そっちは無理。人間じゃいけねえ、そっち。ちょっと。降りて。違う、そんな変な、うん、言ったるわ。もう男の一味したるわ。ちょよし、やっと開けれた。ピーピーじゃねえよ。お前飛ぶの早いな、おい。お前飛ぶの早い。どこまで行くねお前。ちょ、待って、ちょ、もう一時だ、一時。ここまで来たら一時だよ、お前。無理だわ。降りてー、降りてー。 Come here, come here. Hey you, you. OK 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 No 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 Oh my god. Come onc o m 降りてきたら餌あげるよ。おならしやがったあいつ。あいつ餌あげるよっつったらうんこしやがった。お、いいんじゃない。あ、おいおいおい、待って、ちょっと離れて。おしゃ、いい子だ。いいいい、ダメだー。なんだなんだ。おお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 お、鳥どこ行った？いた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 。怖っ。スーツの耐久値がちょっと気になる。降りた。よし。超大変こいつのテーム。命がけやん。お前早くない飛ぶの。テック飛行で煽ってんのかこの野郎。おい、いい子か。あと何パー。まだ半分。こいつやんちゃ。おーい、くそー、ここ超見にくいね。あ、大丈夫、出た出た。どこ。あ、戻っ、あ、奥行ってる、奥行ってる。え、反対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 。うわー、高いとこ飛んでったな。どこ。カニの上らへんかな。カニの上。あ、えカニの後ろを。あ、いた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 。飛んでってるよ。早く降りるんだ。よし、いい子だ。ピピ、そのまま飛ぶんじゃない。そうだ、歩いていくんだ。いいぞいいぞ。マジでもうそろそろ
周りなんかリスポーンしてるの。おーリスポーンしてるよカルノ。え、カルノ、うん、どこ。やべ、見失った。いや、カルノって言うからびっくりしてさ。あれ、どこ行ったガチで。あれ、画面に映らんの。あれ、地上歩いてる。見えねえ、見えねえ。うちも見えない。おやおや、ちょっと蚊に乗って。いるじゃん、いるいるいる、歩いてる歩いてる歩いてる。どこ。ここ、いた。ここって言われてもわかんねえよ。カニの後ろとか言ってほしいね。ここって言われても。ここってどこだ。ここ。おい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 。チチチチ。大変これ。スーツ大丈夫？いや、スーツ見ると見失わねえんな。大丈夫、うちの視界にはあっちや。形を入れるよ。だってどこにいんのって言ったら、ここっていうもんだから。おお。飛ぶね、飛ぶね。若いねこの子。元気だね。元気元気。俺の鳥なんてもう地べた張ってたからもう死ぬ。寿命が近いのかな。そこで降りる。マジか。ピピピ、お前は煽ってんのか。おいおい。カニがいるから降りれないって。そうだ、いい子だ、いい子だ。そのまま着地。いや、よいしょ、ちょ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 。あと何パー。お、あと1個くらいじゃねこれ。おおおお、あと1個か2個か。あ、2個だな。あと1個。ただ君肩に乗っけてんのは一回投げろよ。うん。で、俺挟むから。お、おい、おい、ラスト1個。ラスト1個なのに。じらすね。いいね。じらすね。いいね。あれ、消えた。いや、上飛んでる、上。おう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 、見にくいな。カニさん邪魔ですか？旋回してますね。オリーブ。おっと、またさっきと同じ方向飛んでたぞ。こいつは人が嫌いなのかな。だからこんな地下奥に行っちゃったのか。多分あれかな、あのね、ペットショップで買ってくれたはいいけど DV しまくれみたいな。来た。セイヤー、セイヤー。テレビで喜ぶザコです。いや、苦労したからね。はい、ビビちゃんのものになりました。うん、とりあえず停止。そのうち降りてくるでしょう。降りてきませんね。降りるよ、降りる。 OK、 あとは任せて。はい、間違えて掴むよ。俺この子たち守りながら行かなきゃいけないからね。おっしゃ、フェザーライト2匹ゲット。ちゃっちゃと上がろう。俺のスーツが持たない。違うんじゃ、持たない。シーカーめっちゃおるやん。まあな、ただ少し近づくだけであいつらヒューイってくるじゃん。目の前のやつ誰だ。目の前シーカー。シーカーだね。シーカーなんですね。痛い。おお。この子たちを殺すわけにはいかない。あ、ちょっと先陣切って、俺死ぬ。ついでに赤い宝石ちょっとやっていくわ。もう下に降りるのが超怖い。腹減り早。あ、ダメージ食らったからか。ピヨーン。
オッケー。だから、ね、早く行くんだ。早く行くんだ。こいつがどうなってもいいのか。なんかいる？メガノさんがいるわ。あー、それ丸飲みされっから、ちょっと、ま、真面目に俺そっち行けねえわ今。大丈夫、系男子。145レベルメガロサウルス、コングラチュレーション、コングラチュレーション。てかこっち道合ってる？オッケー、うん、大丈夫、もうジャンプで行くよ。おっと、なになになに、お前か、また俺もお前嫌い、お前嫌い、大嫌い。何回俺を死に至る決めるとられたいやー、これを無事に持って帰れるか。うわ、おっと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 っまあ、行こう行こう、ネームレスはキリがない。それ安全な場所までちょっとジャンプするね。おっと、まずい、これはまずい、行き過ぎた、カニ。え、前もカニ、後ろはネームレス、もう最悪じゃねえか、お前、お前最悪じゃねえか、お前。いや別にね、今俺の両手が塞がってなくてスピードがいなかったら俺ジャンプで普通に行けるんだよ。怖っ、道わかる？道わかる？わかんないだよね。いや、もういいからおいで。ワニすら俺に攻撃してくるからさ、バリュー、ベリュー、わ、わー、ワニ来てる、おースピノに合わせる、うん、道ばら、わからない子を先陣するのもどうかと思うけどね。メガロいいの？メガロいるならちょっとやってみよう。100レベル何殺したの？え、カエル。カエルの？え？ただね、メガロさんがね、岩上にいるからさ。目の前にもいるぜ。うん。蹴散らしといて。岩上は。でも、別に合わせなくていいなら俺、ジャンプで来たけど。あら、よっと。メガロ、来たー。あらよっと、ここまでは来れるでしょうよ。ヘビ先輩来てるな。ちょっとアンキロの方に遊びつけるわ。これでいいでしょ。 OK、 入ったろ。よっしゃ、なすりつけ成功。今のうちに行こう。止まるな、進め。止まるな、進め。もうここまで来れば分かるか。何匹メガロいるんだ。ちなみにですね、アベレーションやってる方はメガロサウルス知らない方いるかと思うんですけれども、メガロはですね、こういう小動物は丸飲みして、一撃必殺で死にます。
気をつけないと厳密なので、こういう中層に来る場合はですね、なるべく大きなもので行きましょう。うん、まあ合ってるっちゃ合ってる。こっちやな。これね。でも多少ジャンプしてくれるならショートカットできるけど。痛い。何？ふん。でもこの時私の敵ではないや。今ちょっと両手に大切なものを持っているので無理できないですよね。ジャンプして突っかかる？あ、俺の話？うん、俺そんな下手くそちゃう。あ、ごめん。え？あ、いいよいいよ。やーばい。おー、トラベ！おお、ヘビ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 、ホイじゃねえ。ホイじゃねえ。全然いるじゃねえか、おお、焦る焦る。ジャンプしたい。もう俺先に帰っちゃっていいっすか。迷子になっちゃうもん、ナビみたいな。おお、眠れちゅんだ。眠れちゅん。ネプチューンネプチューンネプチューンや。さてと重いな、ここさーってさってさってさーってさってさってジャンプしてめちゃめちゃジャンプして、いっぱいいるね。もうここジャンプでやろう。違う、陸地。あー、またナミちゃんがいるじゃないか。ヘルプミー、オーマイゲー。あ、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 あかんあかんあかん。仕方ない、ジャンプできないんだから。さっきからね、今ね、サーバーね、こんだけしかいないの。だからね、何も殺せてないっていうね、誰も。だから、いつも以上に敵が多い。まあ、ビビあれだよ。社員本腐るほどいるから持ってていいよ。拠点にいるから。行くよ。ジャンプできたら死なないんだからね。ちなみにこのまままっすぐ行けば拠点だけど、もう大丈夫だよ。痛い。何何何、また鍋かい。じゃあ俺もジャンプできたね。いや俺のこのバブルドッグめっちゃいいから、チャージ速度2000の充電1120で、範囲が450とか、そんなもん。めっちゃ頑張って揃えてる。目の前、メガロ。もう、丸飲みさんばっかじゃん。てか、行きの時に倒せばよかったな。行きの時に倒せば、あの時間だったら見過ごしていいと思う。確かに。もう今、ね、ここアメリカサーバーだけど、今俺ら2人いて、このサーバーに4人しかいないから、半分日本人だからね。アメリカサーバーで今。で、うちのトライブの方がインして、ゴーとかね。で、あと先ほど紹介したフクロウさんちの方々がインして、やったら日本人が8割になるね、今インしたら。アメリカサーバーで。
よっとー。しかも焼けちゃった。まあカニのいいところはスタミナがないところだね。まああるじゃあるけど、ここないですよ。三葉虫、ビビの大好きな三葉虫。そう。あの原油とか出すんだよね。でも三葉虫好きなんじゃないですか。すごい距離飛んでるからさ。あ、相性悪いと。そう、相性悪いの。ロックバックが激しいからさ。そうね。じゃあちょっとお酒に帰還します。はい。どこじゃ、失ったものはでかいが、フェザーライトは手に入ったので、まあ。おっと、丸飲みしたんじゃないか。オーマイガー、代償でかすぎだろ、おい。マジかよ。ごめん、さすがにそこは助けへんかった。いや、俺もうなんか歩くことに慣れちゃって、ジャンプすりゃよかった話。うん、あーマジでショックでかいな。まあまあ、いやーでかいな今回。ちょっとでかいね今回。失ったものがでかいな、得たものもあるけど失うものの方がでかいな。マジか。マジだ。まあ、とりあえず拠点なんだけど、今拠点入っても光急に消えたら湧くから、うん、どうしよう。うち今湧いてる。あ、消えたよ。フラグやな。あ、でもここら辺全滅してるみたいで出てこない。大丈夫、うち多分引き連れてってる。え？あ、映ってないから巻いたかな。大丈夫でしょ。到着。いやー、失ったものでかいな。高速チャージの最高さの。俺の高速どころじゃないから、2000だからね、チャージ。いやー、失ったな。フェザーライト、テレビごとき。こいつ頭金ピカリにしちゃう。スーパーサイヤ人じゃん、これ。スーパースーパーだよ、これ。コカ・コーラあげれば変身するのか。どうだろう。全く違う話に。あ、確かに上がりはすごい。これすぐ1000いく。へぇ、まあ、元は取れないけど、まあ、程よいものは、まあ程よいものにはなるかなと。でちなみにスーツの耐久度はあとちょっとでした。危なかったね。はい、てなわけでね、まあ今回、フェザーライトゲットできたということでね、まあ今回このここら辺でね終了したいと思います。いやまあ得るものもあるけどね、まあ、こうやって失うものもたくさんあるのでね、 ARK はある飽きることがありません。見てちょ、黒やお。それではね、まあここら辺で終わりたいと思います。皆さんね、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。んーほい、じゃあねー。